サッカーファンの皆さん、こんばんは。キックオフの時間が近づいてきました。絶好のコンディションの中で行われるナイトゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、特別な試合になりそうですね。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。このゲームのホストチームですが、好調な攻撃陣を中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。スタジアムのサポーターもゴールに期待しているでしょう。面白いゲームになりそうですね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。鹿島アントラーズのキックオフで試合開始です。外に出てゴールキックです。味方をうまく使います。インターセプトでチームを救いました。クリアしました。コーナーになります。ボールはエリアへ。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。ここで奪われるとピンチです。岡崎慎司、ゴールに向かっています。ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。リードを奪うチャンスです。チップシュートが入った。壁越しにアウトサイドへ向かったボールがゴールの中へきれいに曲がっていきますね。見事なフリーキックでした。違うアングルから見てみましょう。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。前半9分、試合が動き出しました。岡崎慎司、長木亮太、絶妙なパス、ゴールを狙う、決まった。積極的にボールを取りに行った甲斐がありましたね。チーム全体でプレッシャーをかけて見事にボールを奪い返しての得点です。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。小谷博人、
アタッキングサードに入ってきた。ここは慎重に行きたい。小泉圭、相手ボールになります。ディフェンダーのインターセプト。あっとこぼれた。相手にボールを渡してしまいました。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。いけるか。イエス、ゴール決まった。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ボールは相手に渡ります。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローが出ました。少し抗議していますね。クリアして危機を出しました。カウンターを狙います。上がっていけるか。これはよく見ていた。このカウンターは不発。ボールをキープできません。タッチが乱れボールを失いました。ボールは相手に渡りました。中に入れてくるか。サイドからのカットイン。ペナルティーキックです。 PK の判定です。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。緊張はあったと思いますがしっかりペナルティーを決めました。ここはしっかり決めてきましたね。ポスト際の低いコースですからキーパーがセーブするのは不可能でしょう。ナイス PK でした。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。狙った。キムスンギュが処理。カウンターのチャンスです。スローインが与えられます。相手ボールになりました。裏も見えていたのか。スルーパス通るか。これは見事なタックル。ここはキープしたい。山村和也。鹿島アントラーズですがあまりボールに触れていないようです。まあポゼッションが全てではないので意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。ファールを取りました。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。この位置でカットした。ここはボールをダッシュしました。これはカードをもらっても仕方ありません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。岡崎慎司。ドリブルで持ち込んでいます。岡崎にチャンス。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。
コアは3対1。ここで後半開始です。レフェリーがフリーキックを指示しています。パスの先には誰もいない。スローインに変わります。相手陣内でインターセプト。主審が流す。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。イエローが出ました。少し抗議していますね。ゴールまで距離がありますし、選択肢としてパスもあります。ボールはキーパーに収まってプレーが落ち着きます。福西さん、バルセロナが随分前から狙っていた本命の選手を獲得しましたね。はい、いい選手を獲得しました。ボールをキープして自ら勝負します。いいクロスだ。これはポストだ。キャッチできません。ボールがこぼれた。これはカウンターのチャンスです。カウンターです。これはしのぎきれるのか。抜いた。守りきれるか。決まった。ゴール。あれだけ開いた点差もこれでついに1点差です。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。最後は2対1でしたから、キーパーはノーチャンスでしたね。1点差となったことで監督もやや険しい表情をしていますね。選手の交代があります。退場の可能性を考慮ということでしょうか。これは見事なインターセプト。決めれば同点。キーパー弾く。コーナーキックです。同点に追いつくチャンスです。コーナーキックを蹴った。これはクロスバー。まだインプレーです。相手ボールになります。少し前を狙いすぎましたね。キーパーが処理しました。同点を狙ったシュートは枠に阻まれましたね。これにめげず積極的に打っていくべきでしょう。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。イエローカードが出されます。イエローですか。ここはボールをダッシュしました。いい位置です。ゴヤヒロト、スルーパスが味方に通る。この攻撃は実を結びませんでしたね。ここはカウンターのチャンス。相手ボールになります。サイドへパスを出します。ゴヤヒロト、柏レイソルのうまいパス回し、チャンスを伺います。ディフェンスボールを奪います。もしイエローが出れば2枚目になりますが、イエローは2枚目。
退場です。これは痛いですね。監督も心中穏やかではないでしょう。見事なパスカットです。ここから狙うのか。大谷秀和、ドリブルで果敢に攻め込みます。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターへの対応が遅れているようです。シュートまで持っていきたい。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。コーナーからエリア内へ。これで3点目、ハットトリック達成です。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。この角度からも見ましょう。このパスはカットされます。これはファールでしょう。フリーキックです。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。このボールは重要です。狙える位置です。シュートを打ってきた。キムスンギュが処理。ボールを奪われました。ドリブルで相手を揺さぶります。プレーオン。これはチャンスです。鮮やかなタックル。レフェリーがフリーキックを指示しています。ここでレフェリー注意を与えます。試合が荒れないよう審判にはしっかりとしてほしいですね。ゴールまで距離があり、キーパーボールをキャッチします。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ビッグチャンスです。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。これはゴールキーパーのファールです。イエローカードが出ましたね。このボールは止めただけ。クリアできるか。キーパーが対応。ピンチをしのいだ。チャンスにできるか。これは見事なパスカットです。試合終了。鹿島アントラーズがダービーマッチを制しました。いや、非常に白熱したゲームになりましたね。見事にライバルチームを下しました。